本当にでもあと11月16日だからもう本当にあと10日ぐらいだね。収録してるのはちょっと違う日なんですけども、放送日がからはあと10日間だから、うん、本当に早いね。でも休業するじゃん終わってから、うん、でもなんかやっぱりメイがそれを見て思ったのは、うん、なんか絶対にちょっとや絶対休んだ方がいいなって。それは思うね。しかも中学生とかさ、そういう若い時からもうずっとこの世界にいたわけじゃん、うん、だからもう普通な女性として楽しい毎日を送ってほしい、うん、とかなんかもうたくさんたくさんなんか今までこう寝不足だったりした分たくさん寝てほしいなって、うんね、休んでほしいなって本当に思う、ねね、本当にそれはすごく思うので、自分のために生きてほしいよね。うん。ね。今まで多分さ、まあ、リーダーっていう立場でもあったから、多分グループのことを考えてる部分もあったけどね。うん、あとなんか、人に発信する立場だから、うん、結構、なんだろう、自分のことよりも、いろいろ、そうだね。発信する、うん。こととかを考えていると思うので、うん。自分のために生きてほしいですね。そうですね。じゃあ、こんな感じで。